皇陛下万歳。どうか考えよう。皆さんどうもこんにちは。停電と始めます。今回はここの空きスペースに帰ろう。あーはいはい、クワくんね、クワくん、君には後でお仕置きが待ってるからね。とんでもないです。褒めてないからね。とりあえず前回を見ていない人のためにもう一度。そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。という別ゲームの映像を持ってきたわけなのね。これはもうお仕置かて。そんな、じゃあ覚悟はいいね。この方で駆逐してやる。怖いかな、一匹の子だぜ。やれるもんならやってみな。ダメだ、ダメだ、ダメだ。砲が使えないだと。残念だったな。この時はダム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 。不可能だ、ありえない。まあでも最強のお仕置きを今思いつきましたよ。それはね、ポンプがけへばい。お助けください。じゃあまたコメントで。いやよかったね。わいわい、これで実況ができるぞ。すっとしたぜ。それは何よりです。それじゃあ今回は農村を作りますね。いいんじゃないかな。ですよね、廃棄汚染もないですし。エグザクトリー、その通りでございます。クワはなんだか故郷みたいで嬉しそうだね。はい、わかりました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 。最後まで言わせろよ。はい。じゃあここでコメント開始でもしていこうか。非公正コメント OB が言うた。コメントありがとうございます。はい、ってくらいありますよ。だからみんなも入れてみてね。話をしよう、わらわら、お腹痛い、わらわら。話をしよう。コメントありがとうございます。確かに面白いですよね。元ネタはエルシャダイなので、みんなも検索してみてね。という代わりに罰を与えた方が。色目も。コメントありがとうございます。はい、与えておきますね。出来上がって罰を与えた方がいいんじゃないかな。コメントありがとうございます。いいんじゃないかな。とまあ、コメント開始は以上です。コメントはいつでもお待ちしておりますので、どしどし書いてください。そして今は農場を作ってますね。農場のメリットとしては、廃棄汚染がないでしょうかね。デメリットは教育を受けていない人しかこの仕事に携われないことですかね。では、爆弾タイムだよ。皆さんは最近ハマっていることとかありますか？二等星はやっぱり動画編集ですかね。なんだかやってて楽しいんですよね。ただたまにネタ切れを起こしちゃうのが辛いです。あと、もう一つ最近ハマっていることがあるんですが、シティーズスカイラインズって、線路をつないで、駅を作り、その駅名を決めることができるんですよ。すごいと思いませんか？知っている方もいると思いますが、A 列車で行こうみたいなこともできますからね。シティーズスカイラインズを買った理由はそれでもあります。はい、わかりました。それと、驚くのは無駄払い。もう撃ってます。いや、撃ってねえから。画面の前の諸君、撃ってないからね。間違ってもジャパネットに電話しちゃダメだからね。二等兵とのお約束だからね。もう電話しちゃった。小僧、派手にやるじゃねえか。何やってんの。嘘だよ、二等兵騙されてやんの。
綺麗な満月だよ。おサムリア、あのお月様には何が住んでいると思う？月には今基地が5つ、宇宙船と人工衛星が。バカ者、そんなことを聞いておらん。世界じゃねえよ。知ってた。というわけで気を取り直して実況へ行くよ。いいんじゃないかな。それで今は前回作った街の作設定だね。アンダーヒルスクエアって街になりましたね。それとこの街の名前も募集しています。まあでも全然コメント来ないんだろうな。おー、よかった。それでは今回作ったノートを紹介していくね。はい、わかりました。まずここがメインストリート、とても賑わっています。ただ、深海がひどいので、たまに低価ダックの大容量で区間出ます。なんだって。いやいや本当ですから。それとここら辺は住宅街にしています。農家さんの家が圧倒的です。そしてここをずっと進んでいくと、退屈な視聴者さんが上陸してきています。いや確かにつまらないね。それではここら辺で終わろうか。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。しばらく景色をご覧ください。